シリーズ4日目予選最終日のレースをお届けしています若松のピットです。この時間は第7レースのピットリポートをお伝えします。3号艇で登場は土屋千秋選手です。よろしくお願いします。お願いします。ここまで振り返って船足の感触や変化どんな感じですか？良くないですね。なかなか苦戦が続いていると思うんですけれども、どのあたり今一番求めての挑戦になってますか？もう全体的です。乗り心地も足も全てですね。今日は何かこういう動きになるかなっていうのはありますか？大幅にペラ調整しようと思ってます。3号艇での登場となりますが、進入は枠を主張と考えていらっしゃいますか？主張したいです。スタートに関してはどうでしょう？行けてないですね。じゃあ最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、7レースまで一生懸命調整して頑張って走りますので応援してください。それでは第7レース、その他の選手の情報をお伝えします。4号艇は足立美穂選手です。今日の1レースは3コースから2着としましたが、ついていただけで足はひどいと話していました。乗り心地もひどかったし、回ってないのかターンの入り口からずっとすごく重くて全く前に進んでいかなかったそうです。この足だと競ったら弱いと思うということでした。天気のせいかお腰にブルが入るというのもあってスタートも難しいと言っています。どうにかしたいとここまで整備をしてきたけど上向かず、今日はプロペラ調整だけになると思うと話していました。続いて5号艇は森脇まどか選手です。ここまでオール3連隊でしっかりとまとめている森脇選手、昨日の後半レースは前半レースで気になっていた乗り心地が良くなっていたと話していました。調整が合ってきているそうです。足も悪くないということで今日はプロペラだけ微調整という動きになっていました。ただ暗くなったらスタートが不安とのこと、早く感じて落としてしまうということです。スタートは課題となるようです。以上、第7レースのピットリポートをお伝えしました。